こんにちは。本日は岡山県第2位の都市、倉敷駅周辺の散策でやっていきます。倉敷市、人口約47万人、なかなか規模の大きい都市です。山陽本線、この黄色の電車を見ると中国地方に来たなと改めて実感します。下関もね、この電車でしたからね。そんな倉敷市、蔵の町でも大変有名。駅のホーム、外壁とね、くらくらくら、いやーいい感じのデザインですね。全国には蔵の町と呼ばれる場所は多いと思いますが、ここ倉敷はそれの代表格といっても過言じゃないぐらいに素晴らしい蔵の町でした。そんな蔵の町、そして倉敷駅周辺の様子、スポットを大まかに分かるような動画でお送りします。それでは早速改札口を出たいと思います。倉敷駅の南口が繁華街方面ですが、まずはね、簡単に北口の様子を映していきたいと思います。こちら側ですね。てことで北口到着。なんかテーマパークの入場口みたいな駅舎ですね。そう、多分ね、こっちは新しく再開発されたのかもしれません。ペデストリアンデッキもこんな感じでね、なかなかおしゃれですよね。そしてそして、お、あれはアリオ。確かね、イトーヨーカドー系列のショッピングモールですよね。首都圏でもよく目にします。でね、実はこれだけではないんですよ。まず先ほどのアリオがありまして、その後ろ側に三井アウトレットパークで、今手を回してるもうちょっとね、後ろあたりにはなんとね、イオンモールがあるんです。倉敷は歴史のある都市ですけど、やっぱ再開発が行われたんでしょう。北口は新しい街って感じがね、初めて来てもすごい伝わってきます。まああと人口約47万人、それに見合った商業施設、そして住宅街が整備されてる、そんな感じがします。いいね。まあ北口はこれぐらいかな。それではね、駅のコンコースを歩きまして、いよいよ倉敷駅南口繁華街方面の様子を見ていこうと思います。こちらですね。はい、倉敷駅南口を出たらこんな感じ。おお、なかなかの都会っぷりですね。倉敷駅の駅舎、さっきの北口と違って、やっぱこっちはね、昔からというか歴史観光都市ならではの落ち着いたテイストって感じがします。奥には天満屋という中国地方で展開している百貨店があります。で、反対側は、お、こちらなんかね、大きい建物ですね。多分ホテル、そして飲食店で形成されている複合ビルかと思います。なんか渋いね。やっぱ蔵の町にあったテストって感じかな。ちょっと適当なこと言ってますけど、近くまで来ましたけど、ちょっとね、昭和感も出てて、なんかね、味がありますよね。このエスカレーターの手すり、なんかね、こういうの僕ちょっと好きですよ。ということで倉敷の駅前、渋さもあって、そしてね、なかなか都会であることも分かったんじゃないかなと思います。それではいよいよ蔵の町、そちらに向かうために、こちらカメラを回して駅前から続くメイン通りを歩いていきたいと思います。倉敷駅前、風格、渋さのテイストが少し抜けて、なんか近代的な都会の通りになりましたね。建物の密集度もなんとなく大都市圏の街、そのような感じがします。ちなみに倉敷市で人口約47万人、お隣の岡山市、そう、電車でも15分ぐらいでね、めちゃくちゃ近いんですよ。その岡山市が人口72万人だからね、そう、人口規模以上に倉敷って大きい町かと思います。で、今お隣には近代的な建物があって、こちら最近できたのかな。なんかね、いい感じですね。テナントとか、こちら漢方薬局、あらー、おしゃれですね。なんか漢方薬局って少し渋い感じの外観のイメージがあるんですけど、なかなかスタイリッシュです。最近こういう薬局さん増えてるのかな。この敷地内は他に病院さんもあって、でね、こっちがマンション。いいね、ここ住んだら超便利でしょうね。あとはちょっとしたね、こちら遊び心のある芝生ゾーンもあって、なかなかね、おしゃれな都会に感じてしまうくらいです。あ、別に倉敷がおしゃれな都会ではないみたいなニュアンスで誤解されますけど、そんなことはないですよ。ここから先もうちょっとね、歩いたら和のテイストのおしゃれな街が広がってます。もうね、ここがやばいくらいに素晴らしいとこなんです。さあ、果たしてその光景とは。はい、駅から歩いて約5分、こちら蔵の町美観地区。読んで字のごとくね、本当に美しい観光地なんです。駅から歩いたらね、このスクランブル交差点、そしてこの独特な雰囲気で一発でわかると思いますよ。
いいですね、この雰囲気。僕の過去の動画で埼玉県川越市小江戸の町で素晴らしいところがありますが、似てるようでこちらはまた少し違うかな。新鮮な感じがします。お土産屋さんとかもね、非常に多いです。あ、そうそう、岡山はきびだんご、桃だけではなくレモン、瀬戸内のレモンも大変有名です。温暖な気候が育む地域でレモンは取れるみたいですよ。ということでね、どんどん先へ進んでいきましょう。先ほどのお店のお隣側にはなんか面白いお店がありまして、倉敷の猫屋敷と書かれてます。そう、こちら猫とかね、フクロウとかとも触れ合えるみたいですよ。確かね、2階だったかな。下はこんな感じで可愛らしい猫ちゃんグッズとかも売られたりしてます。猫好きの方にはね、たまらないんじゃないですかね。いや、私ね、犬が触りたいって方、ご安心ください。この通り近くにはね、別館の豆柴カフェがあります。早速ね、豆柴カフェに入ってみたいと思います。ってことで受付を済ませて入りました。皆さん、犬や猫カフェって行ったことあります？自分初めてなんでね、ちょっとワクワクしました。あらー、いますね、ワンちゃん。なんかここの一部だけペット動画っぽくなってしまいましたが、たまにはいいでしょう。柴犬は少しツンデレなところもあって、なかなかね、自分から来ないらしいんですが、近づくと結構懐いてくれますよ。いや、自分に懐いてくれるシーンの動画撮ったつもりが再生ボタンをね、押してなくて、あーもうアホかとね、編集中嘆く投稿者。非常にもったいないことをしてしまいました。こちらの観光地は歴史だけではなくて、こういう誰もが楽しめるところがあるのが非常に良いとこです。ちなみに犬猫のお店の間には倉敷やデニムのお店があります。倉敷の小島地区が日本で初めてジーンズを国産化したみたいです。こんな感じのね、デニムの生地が商品でたくさん売られてます。小島地区は木綿の栽培が盛んで、今でも繊維の町で有名。学生服、作業服などの生産も盛んみたいですよ。皆さんが昔着てた学生服、もしかしたら倉敷の小島さんだったかもしれません。美観地区、この倉敷川を中心にいろんな蔵造りのお店がどこまでも続いてて、もうね、どこへ入ったらいいのか迷ってしまうかもしれません。私もその一人です。その中でもね、ここは有名というところが、まず大原美術館。こちらの建物がね、建物だけでもなかなか見応えがあるものです。もちろん中の撮影はできませんので、そこは皆さんね、ぜひ行ってみてはどうでしょうか。ちなみに大原美術館の創設者の長男が倉敷の町並み保存を最初に提唱した、とてもお偉い方です。だからね、こちら旧大原家住宅と、向かい側にも一つの観光スポットになっているとのことです。大原家は実業家でもあり、倉敷の経済活動、文化、そしてこのような街づくりにも貢献した、本当ね、素晴らしいご一家です。この辺りのことね、よく調べて観光すると、よりこの倉敷、そして美観地区を楽しめるんじゃないかなと思います。川沿いは先ほども伝えたようにお店がどこまでも続いてます。いいなあ、あれ乗ってみたいな。ね、風情がありすぎでしょう。それでは川沿いから細い路地へ入っていきます。細い路地もね、お店がぎっしりあります。そして川沿いと並行している裏の通り、こちらもね、お店がたくさんあります。一体ね、これ何店舗あるんでしょう。ひとまず倉敷屋、さっきのデニムのお店と系列同じなのかな、ちょっとわからないですけど。で、こちらで清水屋のパン、これ皆さんコンビニで一回は見たことないですか。清水屋のパン、岡山発祥なんですね。いや、これは知らなかった。そしてね、青い地ビール、ちょっと気になるんで飲んでみましょう。これはデニムの色をモチーフにしてるのかな、ちょっと定かじゃないんですけど、まあ、ビールというよりは炭酸が効いたフルーティーな味がしました。これはね、ビール苦手な方でもかなり飲みやすいと思いますよ。そして倉敷屋から枝分かれする道もお店がずらーっと続いてます。ではね、こちらの通りを歩き、倉敷駅近辺のアーケード街へ向かっていきます。ちなみにこの美観地区にある小高い山の上には阿智神社。倉敷はね、交通の要所でもあったため、そのため海上交通の守護神が祀られる1700年を超える歴史のある神社とのこと。多分ね、こっちからも行けるのかな。メイン口はさっきの地ビールを飲んだお店の近くだったと思います。さあ、それではね、こちら恵比寿商店街を歩いていきます。
先ほどの美観地区とは一変して地域密着系のお店が増えてきました。結構ね、こっちもこっちで元気に営業してるお店が多いです。そう、倉敷もね、郊外型ショッピングモールの影響か、なかなかアーケード街が苦戦してるみたいな記事をネットで見ました。結構ね、味わい深いお店とかちょくちょくあるんですよ。皆さんもぜひ美観地区を見終わった後はこちらの通りを通って駅方面に帰るといいかと思います。で、こちらの交差点を左側に曲がると駅前へ続く通りに出られます。駅近くまで来るとね、商店街も少しチェーン店風のお店も見かけられるようになりました。あ、そうそう、倉敷はね、ぶっかけうどんが有名みたいです。こんな感じでコスパの良いお店とかもありました。今日ね、駅のカフェで観光マップ見てたら、お隣のおばちゃんに声かけられて、倉敷に来たらぶっかけうどんは食べた方がいいよって言われました。それくらいね、有名なんですね。今回は倉敷と四国を結ぶ瀬戸大橋には行けなくてちょっと残念。まあね、駅から遠いからここは勘弁でってことですみません。あとね、今歩いてきた商店街は映像に映ってなかったですが、レトロなカフェから地元の名産品を味わえる飲食店も数多くあったのでね、もう一度言います。ぜひ美観地区を訪れたらこちらを通って駅まで行くことをお勧めします。ってことでね、以上、倉敷駅周辺を散策する動画でお送りしました。さあ、次はどの街に行くでしょうか。ぜひこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。